つ洞窟にいたやつだ。ウサコさん、何か言ってるな。チョッパー、訳してくれるか。俺サーベイ、みんなドクターサーベイと呼ぶ。俺海賊嫌い、でもお前ら助けてくれた、だから律儀なやつじゃねえか。それにしてもお前なんであんなところにいたんだ。いざ。そこに俺たちが通りかかったわけか。あいつどこ行ったんだ。話だけ話したらどこかに行ったわね。でもなかなか面白そうなものをくれたわね。洞窟で襲ってきたリス、メルビューにいたやつにそっくりだったな。メル、あの時の空に浮かんだ島か。四季に今の力を試すにはうってつけだな。抵抗すると痛い目見るわよ。トレインタフルール、フリップ。これでおしまいね。さあ先を急ぐ。四季に連れて行かれた島ね。あそこにはキューブなんてものはなかったかな。でもアディオとリムの話は本当だったみたいね。ああ、確かにキューブと共に力が戻ったな。アディオの言う通りにすればすぐに取り返せそうだな、キューブ。逆に言えばしばらくはあいつらの言いなりってことか。とりあえず仕方ねえだろう。しかしこの島結構危ねえやつが多いよな。怪我とかしたらすぐ言えよ。そのまま放置しちゃダメだからな。おお、戻ったか。どうだ、嘘じゃなかっただろ。キューブさえ見つければ力は戻るんだ。ああ、どんどん見つけて力を取り戻すぞ。ははは、前向きなのは結構だが、実はそう簡単でもないんだよ。あ、どういうことだ。直接見たわけじゃねえから憶測の話にはなるん。お前たちが出会ったあの巨像、強かったろ。確かになかなか手強いやつだったな。あの巨像は炎の巨像といってな、他にも何体かいるんだが。そいつがどうかしたのか。お前たちのキューブのいくつかはそいつらが持ってる。どうしてそれがわかるの。これでも探検家の端くれだからな。行動できる範囲は俺なりに調べてるんだよ。ま、その目で見れば納得するだろう。準備ができたら声をかけろ。巨像のいる場所に連れてってやるぜ。皆さん、次の探検に出られる前にキャンプで準備を整えませんか。
そうね。そういや腹減ったな。サンジ、飯作ってくれ。ああ、じゃあ。アディオ、一つ聞いてもいい？なんだ？リムって言ったわよね。あの子はどうしてあんなに海賊を嫌っているの？この島の動物はリムには近づかない。野生の本能ってやつで危険だと判断してんだろう。だがたった一匹だけあいつに懐いたオウムがいたそうだ。オウムがいた？そのオウム今はどうしてるの？流れ着いた海賊に殺されちまったらしい。俺がこの島にやってくる前の話さ。何それ、ひどい。リムは激怒した。例のキューブで能力を奪い、そいつらを島から追い返したんだ。そうだったのね。この島の浜に小さな墓がある。リムがそのオウムを弔うために作ったものだ。そりゃ海賊嫌いになるのも無理ねえよな。俺も許せないぞ。まあ昔話さ。今は俺がいる。流れ者の海賊ごときに勝手はさせねえよ。さて、シシシ、今度はどんな場所に連れてってくれんのかな。はあ、あんたは楽しそうでいいわね。お前ら一応警戒はしとけよ。それってこの島の奴らのことか？それともアディオのことを言ってんのか？どっちもだ。備えておくに越したことはね。アディオ、大きなキューブはそこに？ああ、その可能性は高い。リムはそこに飛ばしているということかしら。さあ、わからないな。リム自身は意識してないみたいだが。なんだこりゃ。こっちだ！早く来い！
よし。おいおい、なんだよあの雷は。今からあそこに行くのかよ。私だってやるときはやるんだから。やるか。修行にはちょうどいい。さて、こいつが雷鎚の巨像の潜む雷鳴の遺構だ。迂闊に近寄るなよ、強烈な結界の餌食に。結界ってなんだ？見ての通り、雷による電撃さ。強烈な放電で何でも黒焦げになっちまう。なんだ、雷か。おい、何してるんだ、ルフィ。俺の体はゴムだからな、雷は効かねえんだ。結界は消えちまったみてえだな。まあ、先に進もうぜ。変わった構造ね。どういう遺跡なのかしら。調べて分かったのは、雷について研究をしていた場所ってことぐらいだ。気象現象の研究なんてウェザリアみたいね。ウェザリアを知ってるのか。ええ、行ったことがあるの。ウェザリアに興味が？探検家として興味ないわけがなかろうよ。よし、
さて。変わった装置があるな。すごい、この装置雷雲を発生させてるわね。クリマタクトとは違う仕組みのようだけど。そこから雷が床を伝って走ってる。しかしよ、ここで雷を研究してたってことは、浜で降ってきた凍った雷も何。そうね、無茶。サニー号が飛ばされた時に見たあの空のでっかい目も関係あんのかな。あれは多分蜃気楼だと思うわ。ただそうだとしても、得体の知れない何かが映ってたことには違いないけどね。結局この光は何なんだ。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。ぶった切る。切る。あたしの番ね。行くわよ。サイクロン。次はないわよ。次はどいつだ。くらえ。私の番ね。任せて。前じゃ退屈しのぎにも邪魔だ。海の俺だ。なるほど。これを切り替えて雷を扉までつなげれば扉。おい、進んでいいんだよな。ああ、下に電気が通ってるな。お、さっきの装置、今度は2つあるみたいだな。
この先もしっかり確認するわよ。何が書かれてるか分かるのか、アロビン。もっといろいろ調べてみないと、これだけじゃ分からないわ。奥でなんか光ってんな。